皆さんこんにちは。また昨日に引き続きアウトドア神戸の今日はまたハーバーランドです。いいお天気です。たくさんの人がいます。みんな楽しんでおります。まだねちょっと桜も残っているんですけれども、ね気持ちがいいでしょう。春はですね、肝臓が強点にもなり弱点にもなるね季節なんですけれども、わーっとこう息吹が上がって、ね、木が上昇してきます。でその木の上昇ねとってもいいんですけれども、もしもですね上半身特に首とか肩とか、頭の筋肉がね滞っている、硬くなって滞っていると、めまいや頭痛やふらつきなんかが起きる方もこの時期は多いんですよね。ということで、今朝もねレッスンをしている時に、いやなんかあのスタッフですよ、メンバーさんじゃなくてスタッフですよ、スタッフの子がねちょっとなんか最近めまいとかふらつきが起きるみたいな感じのことをね、言ってましたので、じゃあこうやって動いてみないということで、簡単なね動きを紹介したんですけども、なので皆さんもちょっと一緒にやってみませんか。どこでもできますよと言いながら、今だんだん海側の方に近づいてきました。こんなオブジェもあったりなどしてぐるりって感じですね。さあじゃあですね、よくね、皆さん耳を引っ張って口を動かしてみたいなことをですね、他の動画でもお伝えしてるんですけれども、この顎の関節のところがキューッとですね、パソコンスマホとか見ててずっと頭前に下げてるとここが詰まっちゃうんですね。で耳を引っ張りながら口を動かします。皆さんすいませんね、私これ手で持ちながらやってるので、ね、自撮りです。自撮りタイムリーに自撮りで、こう触るとですね、本当に、耳までですね、ほぐれてくると柔らかくなるんですけども、それで、ね、引っ張って口を動かしますね。そして、ここのこの乳葉突起っていうのがあるんですよね。乳葉突起。このすぐ下のところに当てます。で、口を動かしてみますね。ここ、どうですか？痛いって方もいますかね？ニャンニャンと動かしますね。両手で触ってください。私、片手で、スマホを持っているので、ちょっと触れないんですけども、はい、動かしますね。そして、今度は、このね、生命というツボがあるんですけども、ここをちょっと触っていただいて、はい、で、シューッとね、優しくなぞってください。で、横。皆さんは、片手じゃなくて両手でやってください。両手です。で、耳の周り、そして頭とタッピングしますよね。あ、ちょっと置くところを見つけました。ね、こうですね。こうです。はい、こうね。はい、もう一回やりますよ。耳を触って、口を、あ、いぶ、え、おー。はい、そしてここの、この乳葉突起のところに当てて、あ、いぶ、え、おー。はい、そしてグッと体を引き上げたら、ブラ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 。はい、縦方向にうなずきます。小さくていいですよ。横方向、後ろ、はい、そしてさあ擦ります。パタパタパタ、はい、この2点のところ、足はですね、足をブル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 、そしてシューッと優しくなぞります。はい、あー、ちょっとこのリュックをですね、置いて、はい、そしてここの胸の骨、はい、この鎖骨の上のところに手を置いて、ブラ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 、はい、肘のところです。ブラン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 。さあ、手首とか指先が硬くなってると、これもですね、肩こりにつながってるわけですよね。はい、そして親指を掴んで、ブラ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 ーン。はい、人差し指、ブラ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 ーン。中指、はい、薬指、小指、反対です。ブラ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 。人差し指、中指、薬指、ブラブラブラ。皆さん、どうですか？いろんなね、この手についてですね、言い方があるんですけど、親指と親と関わりがある指、人差し指ね、人差し指というのは自分と社会とのつながり、中指は自分ね、薬指は伴侶ね、まあ私は結婚してないんで関係ないですけど、で小指は子供ねとの関わり、
を表しているらしいですね。いろんなことを象徴しています。また別の言い方があってですね、親指は頭と関係が深い、人差し指は内臓と関係が深い、中指は背骨と関係が深い、薬指は呼吸器系と関係が深い、小指はホルモンと関係が深い、なんていうね言い方もあるんですよね。まあとにかくですね、まあどれもこれも OK という知識でですね、いろんなことが要はつながり合ってるんですね。見る人がどういう立場かということで言い方が変わるだけですよね。ということで、体も頭も柔軟にが必要ですかね。はい、ぐにゃ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 、はい、ウエストも引き締めます。肩こり感はどうですか。スッキリしてきましたね。そしてここの胸の骨の胸骨のところ、ここの反対側をですね、ぐん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 と動かします。1、2、3、4、5、はい、回します。1、2、3、4、はい、またぐんぐん、これなんか赤い人みたいな、はい、後ろに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 、はい、回しましょう。ということで、皆さんどうでしょうか。気持ちがいい青空と神戸の景色です。ちょっと船とかもね映っていきますかね、見えるかな、あーって感じでした。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日もふとですね、天気がいいので、この天気のいい神戸のハーバーランドのエネルギーを皆さんに送りたくて、アップしてみました。わけのわからないお話ばっかりだったかもしれませんけれども、皆さん最後までありがとうございました。このグッドイーネボタン、チャンネル登録の方も押していただくと嬉しいです。さあ、この動画が皆さんにとってですね、よしっていう元気が出て、そして体も心もハッピーになれる一つのきっかけとして、私は体を動かすっていうことが、自分としてはですね、伝えたいことで、その体を動かすことによって、体も心も脳にもとてもいい影響があるということをたくさんの人を見てきて、思っております。なので、それを少しでもですね、皆さんに発信したいなと思って、おります。ということで、皆さんありがとうございました。また皆さんのお友達の方にも、このチャンネルを、また紹介していただけるとすごく嬉しいです。ありがとうございました。